お前が後手だ。二段の方対戦、チャンネル登録よろしくお願いします。さあ三間飛車よろしくお願いします。いやいいっすね、その位置最高だわ。じゃゴリゴリ金ができる、ゴリゴリ金ができる喜びを感じて勝負していく。歩ついて金上げて、あゴリゴリ金言うの忘れてた。まあいいでしょう。うわー、知ってるやつだわ対策知ってる人来た。対策知ってんのか、やだな、嫌な感じだな。これは飛車ついて、これ銀取りたいです。4四の銀取れたら同歩とした時に飛車が取れるみたいな位置なんで、これあえてそうですね、逃げてくる。2分30秒。それで終わりか。それで終わりか。あ、やばい、それで終わりだわ。じゃ、風水とこ。よくわかんないけど。よくわかんないんだけど、とりあえずなんか、角が死にそうなんで、風水ときました。一回こうついとく。これこっち取って、こうして取れば同飛したときに十字飛車じゃないわ、これ両取りなんで。どうなんすか、これ銀もらえるんじゃない。一応飛車も当たってるっていう、これは良くなったんじゃないの。これは一気に、これで大丈夫。これ歩打っといて、まあ、取れば飛車取れるんで取れない。あ、そうですね。お前には楽すぎる相手だったようだな。いや、ゴリゴリ金対策知ってる人だったんですけど、まあ、下から角打つっていうのがあまりこう角が使えなくなるので、まあそれを咎めていく指し方をさせばよかったんですけど、それができなかったっていう。で、相手がミスったとこをつけ込んでいったっていう、そんな感じでした。ちょっと微妙でしたね。はい、ありがとうございました。3段の方対戦、チャンネル登録よろしくお願いします。さあ、三間飛車よろしくお願いします。さあ、先手。先手だぞ。ゴリゴリしたいです。させてくれないかも。あ、させてくれる？これ5五銀の対策を知ってる人かもしれないですね。まあ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 いいでしょう。その辺は、その辺は許す。うむ、これ歩突くと取る。取ってもいいんですけどね。取らなくてもいいんですよね。どうしようかな、これ。取ろうか。2分30秒。さすがに取った方がいいか。いや、どうにか取らない手はありますかね。桂跳ねとか微妙か。案外遅いか、この手が。いや、取るか。取るな。一回取ろう。いや、上がるんかい。これはもうぶっぱするわ。打って、2分。取
取って金が入って歩取ってきたら歩を打っとく。で歩合わせてきたら金上がり、横歩取ってきたら知らん横歩は知らん、それは知らん、もうこっち取る知りません。もう挟み撃ちのやつする。こっからはあとは飛車とかして歩取りに行くか。でもなんか角打ちな気がするな。あそこに角打ち、そこに角打ちは何かありそうですね。銀打ってみる。1分30秒、銀打ってみよう。うん、あ待って、これ切られるじゃん普通に。あ最悪最悪、かなり最悪。でもこれ飛車打ちがきついんじゃないか、割と。きつくない、きつくなかった。まあ一回こっち取ろうか。いやでもこっち寄らないから大丈夫多分多分寄らないから大丈夫なんで、4、6、5、桂を打って縛ってどうですかっていう感じ。これ、歩打ちでもいいな。いやー、やめとくか。じゃあ、なっとこう。うん。一応、詰めろをしておく。一旦。これ、どう対応されるか。これ、詰めですね。はい、ありがとうございました。お前には俺が後手だ。2段の方対戦、チャンネル登録よろしくお願いします。さあ、一手存格代わり6連勝、よろしくお願いします。一手存格代わり。いやー、いいですね。角交換振り飛車、素敵です。その戦法。いいと思います。あ、iPhone の充電。iPhone の充電なくなりがち YouTuber です。よろしくお願いします。そしてゴリゴリ金、ちょっと行って遅れてるんで、なんかゴリゴリいけないな、思いのほか思いのほかゴリゴリいけてない、そんな感じです。さてさてさて、一応5六角が見えますね。これ5六角でいいんじゃないかな。金取るなら飛車取って、これまあ金で取って、歩突き、金取られる、歩なる、ダメですね。まあ一旦引きます。で次8四歩ですね。うん、8四歩からどんどん行くっていう感じ。で行こうかな。8四歩対策に9二角とかは知りません。でも9二角じゃ8四歩、同歩に9二角なり、同香に6五角でいいような気がする。2分30秒、これはよくわからないんでいきます。飛車切ってくるのかな。うん、飛車切りだと思われますね。そうですね。で歩打ちで、違う、歩打ちじゃないのか。
あー、これ受からないよって言いたいのかもしれませんね。でもこれ守ると困るんじゃないかな、飛車とかで。それ言ってみる。2分、飛車で守ってみた。そしてあの角がボケるんで困ってるんじゃないかっていう、そんな感じなんですけど、次は歩突きたいですね。もしくは金引くか。金引きの方がいい気がするな。金上げたくないので。うん、何もしてこなければ8五金ですかね。これは8五金しかなくなりましたね。歩ついて、これは困ってそうですね。あ、そうですね。見事な将棋じゃった。ありがとうございました。前が後手だ。四段の方対戦、チャンネル登録よろしくお願いします。鬼殺し、鬼殺し鬼殺し来た鬼殺し来たんだったら、ちょっと私はゴリゴリ金をやってみたい、そんな気持ちでいきましょう。よろしくお願いします。桂馬跳ねてこないですね。来ました、来ましたね。金上がるんかな。金上がればいいんかな。銀上がる、銀上がる、いや金かなわかんねえわ2分30秒、全然わかんねえわ。金上がる、ちょ全然わかんない。え、そっちなのそうなるのか。マジでわかんないわそれは。あ、そうなるんか。いやー、わけわかんないわ。いや、どうすりゃいいんだよこれ。ゴリキンができないなこのままじゃ。ちょ、一回振って強者もらおうか。金で取って、嫌いこの人嫌い、もう嫌い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 。一回銀上がって歩打たせてからちょっと桂馬とか打ってみる。なんかそんなんでいい気がするな。桂馬打ちすごいいい気がするんだよな。行ってみよう。桂馬上げよう、君に上げよう。なるほどね。ちょ、角でも打ってみる。1分30秒。角ここ、あ、ちょっといいんじゃないこれ。あ、なんかいい気がしてきた。これいいぞこれさ。これこっちになればさ、飛車金取りだから。桂馬取ってきなさいよこの野郎。来るんだろう桂馬。あ、来ない。香車打つと、強者打つとどうなるんですかこれ。強者打つと強者打たれる。いやでも打ってみたいですねこれは。さすがに打ってみよう。歩打ちとか飛車取ればいいんで、強者と打ちもこれしまっといて。どうされるの。金くれるの。あざっす。これこっちに迫っといて。いやーこれ困ってるんじゃないですかさすがに。これふこっちになる手でもいいんじゃない。これ困ってないですか。これは一回取った方がいいのか。ちょっと待てよ。いやもうこれはもうこっちから行く。全部こっちから行く。全部こっちから攻める。これでいいんじゃないですか。いやーちょっとわかんない。
ちょっとわかんない。角いじめに行くか。30秒。いや違うな、ちょわかんないわ。行く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 行こう行こう、行くしかない、行くしかないよ。攻めるしかない、攻めるが勝ち。困ってんじゃないか。これ受けが難しいですよね。20秒。一回詰めろ、一回詰めろ、一回詰めろ、一回詰めろしとこう。おっしゃー、見事な将棋じゃった。よっしゃ、これがタイフリー。重さはこんなもんではないんだぞ。対鬼殺しゴリゴリ金でした。はい、ありがとうございました。